はい、ネバダ州激戦州と言われている州に来ておりまして、ここの第一の都市は皆さんよくご存知ラスベガスなんですが、その第二の都市がリノ。ただここもですね、ちょっとどうですか、ラスベガスと似た雰囲気、カジノがやっぱりありまして、リノと、はい、大きなネオンサインがあります。でまたユーモアもありましてね、ザ・ビゲスト・リトル・シティ・イン・ザ・ワールド、世界で一番大きな小さい町っていう、ちょっとなんかユーモアありますよね。下にそういうねメッセージが書かれていまして、はい、ここもですね、今はちょっと冬ですので寒いですが、夏はちょっと高地ですので避暑地としてリゾート地、自然と遊んだり、あと冬はスキー場もね、オープンしたりもすると。それと合わせまして、カジノもありまして、そうそう、ちょっと24時間オープンの横のカジノも、うん、中の様子見ていただくと、ね、ゲーム機がきらびやかに輝いている様子わかるかと思います。この街もね24時間動いているんだなという感じですが、まあ、そういった街も合わせましてネバダ州激戦州ということでして、今がですね時差が17時間ありますので、11時半を過ぎたぐらい、まもなく日付が変わろうとしています。日付が変わりますといよいよ火曜日に入りまして、選挙の投開票日当日ということになる。まさに今前日という状況ですね。で改めてこちらご覧いただきますと、はい、全米のこれは人口です。全米の人口が3億3300万人。ただその中で18歳以上選挙権を得られるのが2億6000万人います。やっぱり数が多いなと。なんか学生時代習った時2億何千万で習ったような、覚えてたような記憶があるんですが、やっぱ増えているのかなと。そして成人人口に対しまして、日本のように18歳になったら自動的に投票権が与えられるわけではないと、送られてくるわけではない。有権者登録というのを自らすることで、選挙行きたい人はちゃんと登録してくださいね。登録している人の数が全米で1億6100万人と言われていますから、まあ、この人数に対して 62% ぐらいかなと言われております。でこの中でこの激戦州と言われる理由の一つなんですが、実はですねこの有権者登録をするとき、あと運転免許を取るときなんかにも、あなたは支持政党どっちですかって聞かれるんですって。なんかちょっと答えにくい気もしますか。なのでデータが取られていまして、このネバダ州スイングステートとも言われます、赤と青が合わさって、パープルステートなんて言い方もするそうなので紫で書いてみましたが、最新の数字11月1日のものが出ております。なぜスイングステートと呼ばれるのか、それぞれの支持者の数というものを州がある程度把握しているんですが、その数見てください。民主党が60万9954人、共和党が60万750人、かなり拮抗していると。この時点でやっぱりかなりねスイングするんだなというベース、1万人弱、9000人ぐらいの差ですね。さらにもう一つ、やはりそのアンケートの時に日本でもここが多いと言われますよね。これがどうなのかと思いますと、実はこのネバダ州で言いますとやはりこの数が最も多いということなんです。少ないんじゃないんだ。そうなんです。なのでその大統領の選挙ごとにどっちを選ぶのということを、この人たちがどっちに動くかで、まあ結果が民主党になったり共和党になったりする、これもスイングステートと言われる理由なわけですね。ですから、まあ今日前日ということで、この人たちが一生懸命活動して、なんとかこの無党派層を自分の陣営に取り込みたいんだということで、選挙活動をしているという様子を我々も見てきました。この州にはですね、しっかりと共和党の事務所も、そして民主党の事務所もありました。今いるのはリノという町なんですが、ここからですね、車で30分ぐらい行ったところにですね、また州と州の都という町があって、そこに事務所がありましたので、そちらでいろいろ取材してお話聞いた様子を見ていただきたいと思います。どうぞ。激戦州の一つ、ネバダ州の州の都カーソンシティという街にやってきました。歴史がある街でして、目の前にはレトロなカジノもありますし、他にも古い建物が立ち並ぶ、そして今はちょうど紅葉も美しい時期ですね。ただ人口としては6万人弱という小さな静かな街なんですが、さあ投票日前日、どんな熱い選挙戦が繰り広げられるんでしょうか。Republican Party. Republican. Yes. No, I've supported the Republican Party my whole life. Yeah. Kamala Harris. I think it would be nice to take the party out and vote for the candidate.
align more with the Republican Party this year. I think if you would have asked me 2 years ago what I would have aligned with, I probably would have said I was more liberal. I lost a friend of 40 years because she's a Trump supporter and I'm a Democrat. It's different because of all the ridiculous things that Trump talks about. 選挙の行方を左右する激戦州ネバダ。トランプ氏、ハリス氏ともに選挙終盤にネバダ州に入り集会を行うなど票の獲得に力を入れています。実はネバダ州、2008年以降民主党が勝利を収めてきました。民主党を支持する州内最大の労働組合は組織力を生かし、個別訪問による票の掘り起こしにも力を入れています。カーソンシティの民主党の選挙事務所は、今回も負けられないですか？Yes, Kamala. She is very progressive, very smart about wanting to provide for all people, which the other side wants to provide mostly for rich people, it seems like. ここ激戦州なので厳しい戦いなんですよね。Yes, it's very important to be active and to be smart about how you contact people. しかし今その民主党の牙城に黄色信号が灯っています。背景にあるのが経済問題です。カーソンシティで人気のレストラン、その名物料理は、カーソンシティ名物のバーベキュープレート。頼んだらすごいのが出てきました。メニューには2人前って書いてあったんですよ。それで頼んだらこの大きさ、もうナイフがぶっ刺さってますからね。大きな大きなスペアリブ、これが名物だそうですよ。この大きなスペアリブ2枚乗ってますからね。僕の顔と比べても、ちょっと待って、ここ持てない、重い。豪快に手で、柔らか、骨からスルッと取れました。うわ、おいしい、うん、うまっ。お肉柔らかいし、甘いソース、あーおいしい。そして皆さん気になるお値段ですが、この大きさで税金とチップを含めるとおよそ1万400円。どうでしょう。高騰する物価にネバダ州で飲食店を営む人の中には、トランプ氏支持に回った人も。 When Donald Trump was the president, everything was better, you know. So I'm hoping we need a change. If everything keeps going the way it is now, I'm gonna have to close three. ネバダ州は失業率が全米50州のうちワースト。有権者の4割が経済を最大の争点に挙げています。民主党の牙城を崩すべく攻勢を強める共和党では、この場所なんですが、まずすごい車が止まってますね。ハリスとトランプと、これが共和党事務所の車ですか。あ、見てください。Only fools vote for Kamalism。ですからカマラさんにボート投票するのはもうバカだけだよと。すごい強烈なメッセージが書かれている車が止まってますね。でその前にあるこちらの小さな建物が、これが共和党の事務所ですね。上に書かれてます、リパブリカンパーティーヘッドクォーターズと。カーソンシティにある共和党の選挙事務所、事務所の代表を務めるスーザン・ルーさんです。目の前にすごい車止まってますね。カマラさんに投票する人はどんな人なんですか？ Only fools. Only fools vote for Kamala. この事務所ではどんなことをしてるんですか？ We make phone calls to voters, asking them to vote for President Trump and all of the Republican people.今後ろでしているのがまさにその電話ですかね。We have lists of everyone who we assume have not voted, and we're calling them to make sure they come out tomorrow to vote.
選挙戦最終日、電話での呼びかけだけではありません。別のスタッフが先ほどの車に乗り向かったのは、本当にアパート、こうして一軒一軒。Oh my heavens. Yeah, hello sir. My name is Monty and this is Janie and we're knocking on doors for Trump. We're campaigning for Trump. We just have a couple election questions for you. Have you already voted in this election? 個別訪問で投票を呼びかけていきます。実はこうした事務所のスタッフは全員がボランティア。そのため活動費は。So we have these hats and we take donations for the hats because no one in this office makes any income. We're all volunteers. Message card. These are free. These are free? Free. Wow. My favorite, Trump safety, Kamala crime. トランプは安全で、カマラは悪だと書かれたこのボード。トランプ氏が再び偉大なアメリカを取り戻すと信じ、最後の最後まで強力に支援を続けるスーザンさん。トランプ氏と一度会ったことがあると言います。トランプさんとも会ったことあるんですね。One time. One time. One time. 会った時の印象はどんな人でしたか。 Wonderful. He's wonderful. He's so warm. I told him that we pray for him every day in Carson City and how much we love him. And he took my hands and he said, thank you so very much. I truly believe that he wants what's best for our country and for the rest of the world. 両陣営の選挙戦見ていただきましたが、日本とだいぶ違ったと思います。いかがでしたでしょうか。ちょっとトランプ陣営のですね、共和党側の車に書かれたメッセージがかなり強烈だった印象だと思いますが、あれにも理由がありまして、つい最近ですね、ニュースにもなりましたバイデン大統領が、出現したと言われていまして、共和党トランプ支持者のことをですね、ゴミだというような表現をして、これにかなり支持者たちが怒った。私がお話を聞いたあの車のドライバーさんがですね、ゴミ袋をかぶっていたんですが、あれもゴミだと言われたから、皮肉的にあれを着て、でそれに対する怒りのメッセージで逆にあれを言われてから、バカしかいないみたいなことを書いたんだというふうな説明はされていました。本当に、そういういろんな事情があってのちょっと強烈なメッセージというところあるんですが、私がいただいたあのスペアリブの名物のお店の従業員の方もやっぱりですね、経済問題、僕らの生活がどうなるんだということを一番気にしているということを言っていましたので、スペアリブ私食べに行っただけじゃなくてちゃんとそういう話も聞いていますから。あれがね、本当に美味しくて、1万円かなりいいお値段しますが、お肉があんだけどんどんと乗っていて、ソースがね、ちょっとね、甘くてまた独特で美味しかったんです。もうあれはやっぱり名物だなというのはよくわかりますね。でもう一つですね、私8年前とかその前もですね、大統領選挙の取材でアメリカを訪れていますが、その時と大きい違いは、昔お話聞いた時は民主党支持であろうと共和党支持であろうとプライベートは友達なんだと、だからそういう政治の話はあまりしなかったり、友達関係は関係ないんだよと、そこには別に影響ないよと言っていたんですが、今日聞いた方たまたまかもしれませんが、何人かともですね、意見が合わない人でちょっと友達関係が崩れたとか、友達をもうやめてしまったんだという方が何人かいましたので、分断が進んでると聞きますけど、こういうところにももしかして現れているのかなと感じたんですが、ちゃんとどちらの色でもない黄色を久々にこれ引っ張り出してきて、はい、これだったらもう問題ないかと。でもね、やっぱり選挙戦が今日でもう終わったということもありまして、なんか各事務所行ったらですね、別に気前よくという感じで、私は別にドネーションしたわけじゃないんですが、これ持ってけっていうことでね、結果的にはこのトランプさんトランプ投資は、はい、これはもらったり、で一方でハリス、はい、陣営からもこういうですね、垂れ幕であったり、でこれで日本式のお前らうちは使うだろうみたいなこと言われたんですけど、はい、確かに。そうなんですよ、僕今ね、両陣営からきっとなんか分かれかねない。そう、そうですね、さっきね、これ中継スタンバイしてる時もお前両方持ってるけどどっちなんだみたいなこと聞かれましたから、日本のテレビですっていうことを、はい、ちゃんと説明して、はい、いましたけどね。
そうなんです。まあでも両親はやっぱ今日で最後なので、いろいろ事務所にあるグッズをね、持ってけ持ってけという感じでくれましたけれども、はい、まあ、こういうところにも力を入れているんだなと思います。さあ、そんな、まあ、接戦と言われるネバダ州でございまして、ちょっと後ろには、はい、先ほどと場所変えましたので、またこれきらびやかな、ね、カジノがあるんですが、ね、すごいですね。カジノ、本当24時間営業で、今日ここももちろん あ、これカジノです、はい、大きなカジノで、カリフォルニアネバダみたいな名前が、わあ、またアメリカの大きい車が目の前を進んでいきましたが、はい、で、ここもね、きらびやかですけれども、先ほど言いましたネバダ州の一番大きな都市は皆さんよくご存知、ラスベガスということで、はい、ここから1時間ぐらい飛行機に乗って移動しなきゃいけない、同じ州でもね、そうなんですが、この後ですね、ちょっと髪にとって早朝にラスベガスの方移動しまして、明日火曜日の現地時間で朝7時から夜7時までが投票の時間なんですね、うん、で夜7時に投票、最後並んだ人が、まあ、投票し終わるの、まあ、7時15分なのか半ぐらいまでかかって、それが終わってから開票が随時始まっていく。そして期日前投票の分は、実は今日とかすでに開票作業は進んでいるそうで、その発表も明日の夜8時以降に進んでいくということだそうです。まあ、注目の結果どうなるのか、その1日のですね、投票の様子も含めて、明日取材して、また明日の中継でお届けできたらなと、ラスベガスからなんとか中継したいなと思っていますので、よろしくお願いします。はい、現場から山中アナウンサーでした。